皆さんこんにちは。でそれではですね、ガイダンスを始めていきたいと思います。今日のテーマなんですけども、直前期って言葉ありまして、こういうタイトルになっております。ちょっと見ましょうね。はい、論文式試験100日前、今年の論文式試験傾向を探るという形になるんですけども、まあ実際上難しいですね。でこれもし 探してパチッと当たるようであるならば何も苦労しないからね。ただ流れの経験から言うと、だいたいこんな試験になりそうだなってのはなんとなくこれわかるわけですよ。でまたね、今年は去年と同じようでありまして、通常ではないんでしょ。で通常だったら5月の第3に担当式試験があって、でそこで終わってね、で7月の第3週になるんでしたっけ、論文があって、そこで終わりというのは一般的になりますよね。でも今年も伸びましたよね。担当式試験が7月の第3週となっております。でこれに対して皆さん受ける論文ですね、でこれが9月になってるわけでしょ。で末の方だったですね、確かね。でそうなっちゃうとかなりね、逆転現象、去年もありましたよね。よもやね、こんな感じでこのぐらいの期間で勉強した方受かるかなっていう人が結構受かったわけですよ。でその一方で相当やってる方ですね、特に論文専科ね、担当は一応免除になってしまって論文専科になってしまった、通常だったら絶対受かりますよね。だけどそうじゃない方が34もこれ去年1回で受かってたんでしょうかね。で何をやってるかってこともあるかもしれないけど、やっぱね、担当の突破力ある方が受かりやすいんでしょうね、今の試験って。特に特許実用新案はこれ否めないですよね。もう見た瞬間にパッと回答が分かって、で最低限書いて、でプラスアルファ今日少し喋っていきましょうけどね、喋っていこうかなと思ってるんだけど、その辺がちゃんと書けないとまずいんでしょう。そういう観点でまずね、これから何をやっていくのかっていうところをまず一つね、あと、どんなものが出そうかっていうところについて少しね喋っていこうかなと思っております、ね、じゃあレジュメ配っておりますん でこれに従いながら見ていきましょうか、ね、じゃあご覧になってください。まずは、一番最初のところですね、ここはい、1番、試験の傾向は変わるかっていうところですね。さあどうでしょうかね。こればっかしは何ともこれ分かりません、ね、ただ長年の経験っていうかな、ずっとこのね試験の傾向、特に特実に関しては平成の17年ぐらいからずっと同じような傾向をとっていますね、事例になってしまって、その事例について証文になっていて、で証文に対してパッパと、ちゃんとね答えることができますかって、これ問題ですよね、そこはね。で、書いてあるように、そういう問題については何がこれ必須になるでしょうかね。で今年ね、自分のクラスで1回で受かった方、それも勉強時間としては秋からやってるんで半年ぐらいで受かった方と対談したんですね。でこの時にやっぱり言っていたのは、何時間もかけたったら絶対誰でも解けるんだと言うんですよ。確かにね、時間が無制限であって、あるいはね5時間でもいいですよ、与えて解けと言うんだったら、昨年度の論文式試験ね、特許であろうが衣装であろうが、はたまた商標であろうが、特に特許でしょうかね、時間がないからできませんでしたってことはないと思うんですね。担当に近いですから、だからあれが間違えるときは普通ないと思うんですけども、ただ決まった時間ですよね。でその決まった時間の中で、読んで、そして、文章を書いて、でそしてまとめるという作業ができないので、基本的に多分ダメだったってことになるんでしょうね。これ一番難しいのが多分特許っていう、構成になってるんでしょうかね。だから今年のっていうかね、流れの傾向から言うならば、まず回答力ね、これがちゃんとできますかってところを問う試験でしょうね。ないしは瞬発力ね、見た瞬間にこれを聞いてるんだ、回答をこう書いた方が妥当だってところでしょうね。これは分かんないと難しいっていう試験、今年もそうかなっていう感じはしますね。あとね、見ると問題って限界になってるんじゃないかっていう感じがするんですね。限界、ここに書いてあるように限界と、何限界かというと、出題するパターンって決まっていますよね。侵害系であるならば文言侵害か、ないしは均等侵害で、あるいは間接侵害しか聞いてこないでしょ、だいたいこれを聞くか、あとは平行輸入であったりとか、インクタンクの少しね焼き直しをしたようなものについて聞いてくるとか、こういう問題しか多分聞いてこないんでしょうね。で102条っていうところは大改正になったんだけど、102条関係聞いてくるでしょうかね。で商標でも38条大改正になった時もね、全く聞いてきませんでした。これってまず問題とか要因があるわけですよ。基本的に弁理士さんって損害論ってあまり関与しないんですね。で通常侵害については、侵害論、いわゆる特許であるならば属するか否かっていう観点、ないしは衣装商標であるならば同一類似っていう観点ね。でこれはやっぱ専門的な知見を持ってる者、これ一番弁理士さんなんでしょうね、が一番馴染みやすいんですよ。
弁護士では多分ないんだろうな。だけど、まあ、侵害肯定されました。でこの後の損害論ね、で相場は一体どうなってるのか、あるいはいろんな事情を踏まえて額はどうしますかっていうところについては、やっぱね、民法をやってるっていうところもあるんでしょうね。弁護士さんが一番親和性が高いんですよ。でそうなっちゃうと102条のところの計算問題出るかなっていうと、担当1回出ましたよね。出にくいかなっていう感じがしてるんですね。出ちゃったらごめんなさい。だけど出にくいかなっていう感じはしています。ただね、趣旨は書いてくれませんかっていうところは出る可能性がありますね。あの辺、特に102条1項のところ、あれって、逸失利益とあとライセンス料利益額をね、合算しってなっていますよね。でこれは合算していいのかどうかっていうところが議論があったんでしょ。でそこについて、判決が分かれていて、分かれた結果としても、だけど、まあ、合算しますよってことを取ったんですね。なぜそうなったのでしょうか。これは聞いてくるかもしれないね。また合算しませんっていう場合もあるにはあるんだね。どういう場面であって、なぜそういう形になるんでしょうかと、まあ、聞いてくるでしょうね。あとは102条1項であるならば、額を控除しましょうというのがあったと思うんですよ。でこれについては、どういう場面について額を控除しましょうかって聞いてくるかもしれないですね。まあ、そういうところはね、聞いてくるかもしれないけど、具体的な額の算定、まあ、多分出ないと思ってるんですね。まあ、今回は多分特許であるならば、まあ、侵害系だったら102条関係の額は関係ないんだけど、趣旨関係ないしは、その控除する場合についてどういうパターンがあって、どうなるこうなるっていうところは改正文載っていますよね。まあ、そこは何気に聞いてくるかもしれませんね。あとは多分なんだろうな、主査定系であるならば、まあ瞬発力なんでしょうね。訂正審判しかり、あるいは規律査定副審判しかり、あるいは前置しかりね、あるいはね、国際特許出願関係しかりとなっていまして、大体もう決まっちゃってるんだな、そうなるとね。だからもう見て何を問うてるかっていうのは分からないとまずいんでしょうね。細かくは後でこれやっていきましょう。まあ特許はそんな感じがしますよね。ただね、意に反して休止みたいな問題、まあもうここに書いたように多分問題限界なんでしょうね、出すと言って。新しい裁判例聞いて弁士が解けますかというと、まあそんなこともないしね。司法試験だったらまあ聞いてもいいのかもしれませんが、まあちょっと難しいってところもあるんで、限界かって言ったら限界なんでしょうね。でそうなると原点回帰っていう問題出るかもしれませんね。で昔の問題って舐めちゃいけないですよ、結構難しいから。特にね、平成の頭あたりのやつはそうでもないんですけども、平成の8、9年ぐらいからちょっと難しくなってきたんですね、結構ね。例えば何でもいいんですけど、これ9年、10年、あるいは12年あたりの問題、まあ、パッと見るとね、まあ、抽象的に書いてあるわけですよ。例えば、これ問題の9、まあ、これの問題ね、まあ、これ8年の問題なんだけど、この8年問題については木型金型っていうこれ問いだよね。実用試案で、まあ、BBP の問題、いわゆる PBP の問題ですね。まあ、それについてあなたはどう考えるんでしょうかっていうところについて、当時判例ないんですよ。まあ、これを聞いたって問題もあるだろうし、あとは平成9年だよね、公式率との関係についてクレームってどう解釈するんですかってことについて論せよだよ、ね、論せよと書いてありますんで、結構大変ですよね。論じなかったらいけないとなりますんで、まあ一部公式だったらどうなるのか、全部公式だったらどうなるのか、104条3がないときにどうするんですかっていう問いでありますんで、深く書いてくれませんかっていうところでしょう。そこはね、向こう審判の関係踏まえて書けってことになるし、なりそうだよね。でさらにさらに問題見るならば、これ独占的通常実施権ですね、出たことないですよね。だって条文上独占的通常実施権になるものって書いていないではないですか。でその独占的通常実施権者が差し止め請求をしましたと。でこれに対して評価者はどうも肯定的だったらしいんだよね。被告はどういう対応を取れますかって聞いています、ね。まあ、独占通と差し止め請求権、故意は一体どうですか、否定なんでしょう。だったら棄却って話になるんだろうけど、これよく見ると実用試案権の侵害を根拠として差し止め請求しましたと書いてあるわけね。でこれは固有ではないわけですよ。言ってみるならば大請求、民法423条の大請求ですね。この大請求に対してあなたはどう考えていくんでしょうか、問題文を見て書いてくれませんかっていう問いなのね。結構深いよね。でまずこれは一つでしょう。でさらにじゃあ属するかどうかについても検討してくれませんか、まあ、事案が書いてあってこの場合どうなるかっていう点だよね。属否、まずは当社的確書いて、その後属否を書いて、そして抗弁だよね。
公弁なんだけど、ただ評価者は多分肯定的なんでしょう。だから権利交渉をやったっていう前提になってるはずなんだよね。でそれに対して向こう審判ってできるのかなって聞いてるわけですよ。まあ、簡単に言うならば評価書の理由、どこまでこれ評価しっていうところと向こう審判理由って違ってきますかっていうところについて触れてもらいたいんでしょうね。でまたなぜ違ってくるんでしょうかと書いてもらいたいわけですよ。結構深く書きますよね。でそれをまあこれ見た瞬間パッと浮かべて書くんだってなりますんで、想像型だよね。でこういう想像型の問題になっちゃうと結構厳しいですよ。でこれはずっと平成10年もしっかりだろうし、まあ、これは禁判言ですね。問いには禁判言、まあ、禁判言と権利行使ってこれ問題でした。この場合についてどう反論するかについて書けっていう問いが第2問なんだよね。ここ結構難しいね。これで50点もありますから、50点分だから今だったら2000字で書くんですよ、ここはね。であるいは平成13年これは特に問いに、まあ、問いには79条と戦勝権の範囲について聞いてるわけですよ。範囲ね、まあ、これはどう考えるべきかっていうところについて説分かれるわけでしょ。両説について書くわけ。原告さんだったらこういう見解を取る、被告さんだったらこういう見解を取ると、まあ、聞いてるわけです。まあ、これずっと16年くらいまでこういう問題だったんですね。まあ、それがだんだん変わってきまして、平成17年ぐらいからちょっとね事例式になってきて証文になってきた、まあ、合格者が増えたからでしょうね。でずっとそういう傾向がつながっていて今に至ってるわけですよ。で昨年度もそうでしょ。でも合格者受験者って今何名いるんでしょうかね。3000ちょっとでしょ。で3000ちょっとというならば、私が受けた頃あの頃は4500か4200ですよね。よりも絶対少ない。合格者はというと当時は120、30しかいない。今は280なんで、パイも少ないね。そうなると見る答案数も昔よりも少ない。だったら昔みたいな問題が採点できないわけないわけですよ、やろうと思ったら、ね。まあ、事例問題1問多分出てくるかもしれませんけど、2問目出ちゃった場合、こういう休止みたいな問題ね、出ちゃってしまった場合は差がつきますよ。相当考えて書かないとダメってことになるからね。それはちょっと難しいんでしょうね。特に特許ね、もうそろそろ問題も限界かなっていう感じがしますから、そうなると先祖返り昔みたいに出てくるのかなっていう感じはしなくはないです。次、衣装だよね。衣装は令和法によって大改正がされました、ご存知だよね。でこれにおいて改正パーツ出るんでしょうかってところになります。でね、まず概念系は多分出るでしょうね。新しいタイプの衣装ね、例えば画像であったりとか、内緒は建築物、昔はどうだったのか、内装だったらどうだったのか、あるいは画像であるならば物品の衣装、物品で画像を抑えるのか、内緒は画像単独で抑えた方が妥当なのか、両者の関係は、まあ、審査パーツまではこれ聞きますよね。でも信頼パーツはどうなんでしょうかね。まあ、設定登録になっている例はありますよ。でも侵害になった例はありませんので、まだ実務上確実にこれ出てるわけではないんですね。でそうなってしまった場合、これを問うて聞いてくるんでしょうかというと、聞きにくいかなっていう感じがするんですよ。侵害系ね。だから去年も侵害系は何でしょうかというと、通常の物品の衣装の侵害系でした、ね。まずは類比、まずこれ聞いて、次公弁聞いて、その公弁も決まった公弁ですね。通常通りね、29条の公弁だったりとか、29条の2、ないしは104条の3、あとは無効審判も決まってますよね。まあ、これをついぞ聞いてくるっていう問題が昨年度出ました。あとは関連証関係ね。まあ、これは審査基準決まっておりますんで、ちゃんとこれを理解してってことを聞いたんでしょうね。まあ、そういう問題多分出てくるかと思うんですよ。だから、意匠的に言うならば、何かというと、まずは改正パーツの趣旨でしょうね。まあ、これ聞いてくるかもしれません。あとは、なんだろうな、関連やっぱ聞いてくるでしょうね。関連証についてどう捉えていくのか。内地は3条の2。まあ、ここは審査基準明確に書いてあるんで、どんな基準で判断し、登録になるか、ならないかって聞いてくるんでしょうね、多分。あとは多彩な出願関係ね。どの出願で取ることが一番妥当かって聞いてくるかもしれないね。まあ、それは多分衣装系なんでしょうね。で国際競馬というとどうでしょうかね。聞いてもおかしくはないんだけど、かつて1問しか出たことがないんだな。それも証文でした。
だったら引いてきてどうかなっていうと、うーんってやつね、ジュレーブ関係ですね。でこれに対して商標系どうでしょうかね、うん、商標系は数年前から少し変わってきた傾向になってるよね。論点を聞くと、論点ね、説分かれるわけですよ。説分かれて、さらに書かせ方も決まってますね。まず問題の、問題の素材を書いてくれませんか。通常書くんですよ。だけどね、これ論点はと大体聞くと結論言うんだよね、皆さんね。結論は結論であって論点ではないんですよ。まず論点って取材ってあるわけ。なぜ論点って説バレちゃうのかなっていう素材書いていないと本当はダメなんでしょ。まあそれはまず書いてくれませんか。そして検討させるんだよね。 A という見解と B という見解があります。どっちが妥当ですか。実説をさらにまとめてくれませんかっていう見解ですよね。まあ、これは平成9年に加藤法数っていう書が出たことあるわけですよ。三条一項と三条二項との関係について論じてくれませんか。加藤法数の最高裁はこう言った、ね、これ別の概念だと言ったんですね。ただし高等裁判所、高裁、あるいは防止事件については多少違う見解を取ったわけですよ。でどっちが妥当ですかというのを聞いたんだよねとかね、まあ、そういう考え方はしばらくなかったんですけど、商標を聞いてきたわけですね。例えば三条二項についての同一性の要件、厳格説を取るべきなのか緩和かと、まあ、聞いてきましたよね。そこはで、あるいは使用取り消し審判と使用ね、商標的使用じゃないと使用取り消し審判で請求に用になっちゃうのか、ここね、うん、で、あるいはね、まあ、そうではないのかっていう点ですね。まあ、これもちゃんと問題提起を書いて自分の見解書いてまとめるってことが要求されてくるわけですね。そこ、まあ、それも何だろうな、普通に知ってるだけでやっぱりダメありますんで、ちゃんと理解して書くというところは要求されてきたんでしょうね。で昨年のね、で昨年度はっていうと、おそらく、まあ、時期的に問題もあったんで難しい論点出しちゃうと多分解けないってこともあったんでしょうね。僕は8号関係で思ってました。8号関係は結構ね、論点は山のようにやるじゃないですか。でそれもちゃんと分かってるかってことをやっぱ聞きたいんですね、そこはね。となるとまず前提書いて、でじゃあこの論点について証文全部聞いていって、証文で聞いていって、この証文についてどう回答するんですか聞きたいよね。でも聞かなかった。それはまあ時期がずれてしまって、多分論文受ける方が結構減ってっていう前提があるって予測していたんでしょうね。そこで一般問題に変えたんでしょう。あとは予備校の方もちゃんとね対策をするでしょう。あと伸びちゃったって話になるならばね。でその中に多分想定問題があったんでしょうね。でそうなっちゃうと外すしか当然ないから、でそこで41項3号って聞いてきたんでしょうね。びっくりですよ、41項3号ってね、ネットで書いてあったね、悪い問題です、だって通常ないんだもんね。悪い問題でしょうかね。通常は確かに来ないですよ。41項3号もらったっていう人あまり聞いたことがないから。僕ね30数年前に1回だけもらったことがあります、ね、でその時には適用除外の規定が明文上なかったんだよね。条約上あったのは知ってましたけど、まあ、そこでもねなかなか応答できずってことは実務的にあったんですよ。でも今明確に書いてあるんで反論できますよね、うん、まあ、それを踏まえて条約との関係踏まえて書けばよかったんでしょうけど、そこね、あと当てやめですか、それを書いて書けばよかったわけですよ、当てやめだけど、それはなかなか難しいってことになると、まあ難しいよね。だって3号関係って通常担当ではないですか。担当式試験に出たものが出るっていうのはなかなかないですよね。だけど面白いところね、適用除外のところは確かにパリ6条の3から来てるからね、全部ね、まあ、そこから来てるんで、まあそれを聞いてあなたは本当に分かってるかなっていうところですね。あと趣旨から言ったらこういう意図がどの場合については除外者見るのがいいんではないかっていうところについて多分聞いてきたんでしょうね。深い理解がないと多分解けない、まあ、それが商標系なんでしょうね。だからこれね、まず気をつけてもらいたいのは、解く時数って何時間で解くんでしたっけ。2時間で2問だよね。1時間1問なわけですよ。これに対して意匠商標は2問というカウントし方もあるかもしれないけど、実際で1問でしょ。でこれに対して 1.5 時間なんで、相当ね時間がないってことはないわけですよ。考えて書けるんだよね、うん、で時間があって書けるわけですよ。その中であなたはどうしますかと聞いてきてるわけなんで、ちょっと思考が違ってくるんでしょうね。だから1番特許と意匠商標って今の傾向、これ全く違う試験だったらしになるだろうから、おそらく意匠商標で
2枚ぐらいしかいけませんって言うんだったらちょっと厳しいかもね。まあ、特許実用支援は受かってしまうかもしれません。だって相対評価だからってことになるからね、そこはね。まあ、それでしょうね。科目によっても変わりますんで、それはしっかりと理解しましょうってことになりますよね。じゃあ実際上これあと100日あるわけだよね。どうするかってところでしょうね。まずは2番の括弧1、先ほど申し上げたように、最近の試験はどっちかというと担当に近いわけですよ。特にね、特許瞬発力ないと解けませんと、あるいは衣装ね、管理省関係についてもそうでしょう。担当問題でちゃんと正解を受けてないと間違っちゃうってことになるね。で、回答間違っちゃうとやはり点数つかないと思うんですよ。そこはね、担当に近いから、論文に近いんだったら多数から違って書いたとしちゃってあまり問題がないと思ってるのね。でもそうじゃなくって、担当に近いんだぞって話になるならば、回答間違っちゃうと担当は0点でしょ。まあ、そうなっちゃうのかなっていうところがあるわけですよ。で、そこで少なくても4法では確実に最低でも8割以上取れないとまずいわけです。担当ね、8割本試験ですよ。通常のね、過去の勉強であるならば 100% 取れないともちろんダメです。本試験でも8割以上取れないとまずいんでしょうね、そこはね。で、なぜかというと1番目、書いた通り、知識の幅は担当を絶対に超えない。まあそうでしょうね、担当の幅を超える論文って出てきませんから、そこはね。じゃあどんな勉強したらいいんでしょうかと、いつも言ってるように2つ目、担当を論文的に解くんだと言えるかというところでしょうね。なぜこの問題は通ってきたか、だって全てね、題ってあるんでしょ。意図があって出題ってやってるわけですよ。その意図って一体何かっていうところだね。単に丈夫に書いてあるからどうかっていうところで聞いてる問題ってありますよ。でもそれだけではもちろんないので、題は一体どこにあるかっていうところになるでしょうね。あと3つ目、担当で最高裁判判裁判例が裁判所の判決出たものについては要注意ね。特に論文で頭センターの話になるならば、相当これ変わってるんですよ、最高裁って。で、最高裁ってどんな事件でも扱うわけではもちろんないので、一箇所しかありませんので、上告絶対理由であるならばこれ受け付けます。憲法問題ですね。で、しかし知的財産権の場合って大体はこれではないんでしょ。そうなるとかなり特殊なんだよね、事案としては。じゃあ高裁一体どうなってるのか、ないしは地裁どうなってるのか、かなり違うことを言っていますよね。それを違うところっていうかね、変わったところについて分かってますかとまず聞いてるんでしょうね。それを前提に、両親の父としての最高裁はどんなことを言ったのかってことを理解してるか、だからその深い理解がないと本当はダメなんでしょうね、そこはね。まあ、そういう勉強はちゃんとやってもらいたいと思っています。これね、で、これがまず前提としてやるべきことですね。1番、あと定期収支関係については完成度を上げるしかないです。まあ、これは暗記したかったら書けませんから、定義趣旨ってその場で見て、なんかね、適当に言えるかというと、これ難しくないですか、でも少なくてもね、バカみたいに全部覚えてる必要性は全くないからね。キーワードでいいので、パッパッパッと上げればいいわけですよ。まあ、通常、趣旨って、原則、しかし、そこでって書いていくんでしょ。まあ、原則はもう決まってるし、もうそこでも決まってるわけですよ。で、しかしっていうパーツのワード、これがちゃんと分かってるんだったら、でっち上げ、でっち上げはできますよね。まあ、そういう観点で理解しましょう。で、それで100、200ぐらい押さえておけば足りちゃうのかなってところだと思うんですけどね。あと3つ目、ね。で、これは速読です。早く読めないとまずいってことを申し上げてます。特に特許かな。特実はだいたいね、今試験時間が60分であるならば、各科目とも、そうですね、できれば、15から20分ぐらいで、だいたいこういうことになるかなってことは分かっていないと、ちょっと読み負けちゃうっていうか、時間がなくて終わっちゃうんでしょうね、ここはね。だからまず15分から20分で回答を上げて、もう方針決めるってことはないとまずいです。で、100日間あるならば、多分できるはずですよ。ね、これからやるべきことはこれ。時間との関係なの。さっきも言ったようにね。何時間もあって書くものではないの。で、予備校の配っているような回答例ってありますよね。あれは何時間もかけて回答を書いてるわけですよ。しかしこれ違うんだよね。初見でパッと見て、初見で解くしかないんだよね。で、これについて、なんだろうな、60分でまとめて書けるかっていうと、まずは前提たる、まあ、読解だよね。これはこの辺で終わっていないと書けないでしょ。じゃあ読解しましたと、読解した後で書いていくわけですよ。
で書くことについてある程度やっぱ40分ぐらいないと多分こうなるだろうな、項目しか上がってませんと。これだと45点から50点ぐらいしかつかないですよ、あの偏差値点でもねってことね。相当悪いってことですよ。だってこれレジュメだもんね、うん、昨年とかな持ってきた方がいまして、これ見てくださいと、見るとレジュメになってるわけですよ。薄いとはね、まずくはない、それは悪くはないんだけど、論文ではないんだな。そうなっちゃうと結論書いてあって理由が1行しかないですよ、全部それも。でこれ受かるかというと受かりませんよね、どう見たって。悪い点数がやっぱついていましたね。これだけではやっぱし良くないのね。45点から50点ぐらいしか多分つかないでしょうね。よくても多少理由書いてあるならば50点から55点多少なんで 2,3 行ですかね、書いてあればつける、つくって形になるんで、この辺まず狙えばおそらくいきますよね、試験受かるとボーダーってことになるんで、まあ、2番はまず目指すんでしょうね。でもこのくらいになるならば多分 50% でしょうね、トータルしたって 50% できれば括弧3ってところで比率が十分であればと言ってるんだけど、まあ、通常書けないね、それは。じゃあ2番プラスアルファ少し書けばいいんですよ。2番プラスアルファね、ちょっと違うところ、やっぱね、本試験問題ってこだわってるところあるわけですよ。昨年の衣装だってこだわっていたでしょ、単なる関連賞の従上関係ずっと聞いて回答になりますよ。だけどまだ広報掲載されていませんとかね、なんかこだわってる部分があるわけですよ。そこってなぜこだわってるのかっていうところについてちょっと書いてあげるわけね、なおと言って。これを書くことによって加算されますから、加算ないしは衣装商標だったら二段書きになっていますって書いてあったのね。二段書きになってることによってどうなるこうなるってことについてちょっと書いてもらいたいかとはあるんでしょ、まあ、そういうところも含めて書けるようになるならば多分第2答えたってことになるんで、プラスアルファおそらく60点以上つくでしょうね、そうなると、うん、でここがつけるようになるならば多分恒常的に合格できますよ。これを目指してもらいたいね。2番プラスアルファこれを目指せば多分絶対試験って受かると思っています。まずこれを目指しましょうね、はい。であと科目特性かな、これをねちゃんと見抜いてしっかりとやっていきましょうというところだよね。まあこれさっき言った通りね、特実は薄い問案で向かります、合格可能です。配点読んでちゃんとやっていきましょう。配点これ絶対読むことは必要ね。配点通りに両って書いていくんですよ。逆書いてはダメだから、20点しかないところに対して50点分書いてしまうとしているわけね、ないから。で書いて心証悪くなるんでそうやってはいけません。まず配点読んでその通り書くんですね、うん。あとは3番過去問をちゃんとね検査して試験行って何言いたいかなってことについてだいたい理解しないとまずいかな、そこはね。あとは速読です、速読ね、まあ、これできるように100日だったらまだ訓練ができるはず、絶対やってください。あとは時系列ね、時系列、まあ、でもこれもなんだろうな、自分であるならば絶対これ問題文見るときにはいつも言ってるようにまずもう文章から見ちゃいますね。この1番2番3番とこっから見ていって、オツはと書いてあるんだったらオツってところにこれ飛びますね。あとアルファと書いてあるならばアルファっての飛んでいってどうなってるかって言いますね。これまあ短いから解きやすいけどね、あれ僕もっと長いのってあるでしょ、長い文章って。例えば平成24年のやつでもいいし、もっと長くなるならばどこになるかな、長いやつ、すごい長いのってありますよね。どこだ、あ、平成21年、これ長いですよね、この辺って。これもそう、これもどこ見るかというとまず問いから見てってことね。どこ、校が最初の刑事通知を受ける前に刊行物刑の刑事記載内容を知りと言ってるんだから、どんな場面かってことだよね。ファーストアクション前に刊行物刑の存在を知ったと、出願 X と言ってるんだから出願 X はこうのこれ出願になるんでしょうかね。請求項1にかかる判決名は刊行物刑に記載された集めと同一であって新規性を阻止する旨の心証を得たと言っていますね、うん。でこの場合について何をしますかと、意見書については書く必要性がないと言ってるんで何をするんでしょうかと聞いていますね。まず、うん、何しますかね、もう決まってますね。意見書を書かなくていい、補正か分割等ってことに多分なるかと思うんですけどね、多分言ってるのはね、補正と分割、補正か分割かなっていう感じがしますよね。ここあとは括弧に書いてあって、党が最初の決流通知を受けた、当該決流通知処理において出願 X の請求項1に係る発明については
刊行物経理に記載された集めと同時であった。だ新規性がないんだよね。新規性を欠如する面の記載がされた、さらに請求項2にかかる発明については亀裂の理論を発見した面では記載されていたと言ってるんだから、請求項2はこれ問題がないんでしょ。だったら分割かなってことを書くんでしょうかね、多分。だったら一番は何になるかなっていうと、パッと見た人が多分補正かなっていう感じがするんだけど、補正か分割かなんでしょうね、多分。でそういうふうにまあ予想しながら読んでいくわけです。でそうしないとなかなか解けないからね、この辺の問題って、うん、でこれやっぱり訓練ですよね、うん、まず K と言ったら一体何かとかね、あとは請求項には何書いてあるか、 K は一体なおどうなってるかっていうところも含めて上に上がっていくっていう作業ね、これをやりながらやると早く回答って解けますよ、まあ、そうならないとまずいわけです、そこはね、はい、速読速解です。その訓練まずやりましょう、はい、あとは次ですね、じゃあ意匠形、意匠形についてはもう出題できる範囲が極めて狭いです。さっき言ったようにどんな質問をやりますか、やった場合についてどういう形式がやってきますかって多分聞いてくるんでしょうね、多分今年も関連しようでしょうかね、多分一番出やすいところって。あとは新しいタイプの意匠等について、他の質問との関係でどうなるか、査定系は聞いてくるでしょうね。でも侵害系は出しがたいですよ、基準が明確になってるわけではないから、ここはね。あとは過去問の訓練です。特に抽象的な問題で出てきた場合についてはまずいからね、衣装ね、うん、あとは商標関係についてはある程度論点はやった方がいいかなっていう感じはします。論述系ですね、やった方が良いのかな。あと窓ポロ系については出たことがあまりないので、出てもおかしくはないかな。特に68条の住関係とか出そうですよね、代替関係ね、出てもおかしくはないってことになりそうな感じがするんだけど、まあ、これはよくやっておくんでしょうね。あとは試験員の癖を見抜くと、まあ、これは直前になった時に一応今年もやろうかなと思ってるんです。癖からどういう問題が出そうかっていう予測ですけどね、あくまで予測なんで当たんないかもしれませんけど、まあ一応自分だったらこういうことをやるかなっていうところについてテーマね、テーマを見て考えていきましょうってことをやろうかなと思っています。まあ、これは5番ですね、まあ、直前にこれはやればいいのかなと思います、直前期ね。あとは8番9番10番、あとはごめんなさい、あとは6番7番なんだけど、これはね過去問問題見てちょっと気づいてもらいたいわけですよ、ね、普通ではないことが書いてあるんだってことね、まずね、まあそうかなっていう感じはしますけどね。ここね、まず設問1、これ書いてあるんだけど、意匠上の物品について説明してくれませんか、何を書いてもらいたいのかなっていうところね。40点なんで入って20点でしょ、まあ、そうなるとまあ一般的なことかなっていう感じはするんだけどね。なぜ有体物から動産ってことになってんのかなとかね、なぜ定義はないんでしょうかっていうところについても含めて少し書けるようになるといいんでしょうね。あと括弧には今これは画像は今これだけではなくなっちゃったんで、まあちょっとねこの今関係ないんでしょうね、時代としてはちょっと違うかなっていう感じはします、ここね。あとは、平成30年一つの衣装って一体何ですかと言っていますね。自助との関係を照らして考えてくださいと言ってるんだけど、何を聞いてるんでしょうかっていうところね。一つの衣装、一衣装一質感っていうことでは多分ないと思ってるんですね。一つの衣装って何を指して言うんでしょうかっていうところね。少し考え方はあるかもしれないけど、何なんだろうっていうところだよね、ここ。大難しいよね、ここはね。一つの衣装だってね。であとは商標関係なんだけど、これはエマックスに近いやつですね、ここね。でいわゆる除籍期間経過しちゃった後でも、143の公弁って出せるんでしょうかってことを聞いています、うん、で所在を述べた上で公弁を過度する見解で、そうじゃない立場の見解について書いてくれませんか、両説書けと言ってるよね、ここね、両説で。ちなみに最高裁は折衷なので、最高裁の見解書いても当然ダメだからね。一番やばいのは、あ、最高裁があったと言って書いちゃう立場ね、それを聞いてるわけではないから。最高裁これは基本的には否定の見解なんでしょ、否定の見解なんだけど、こういうものについてもしやってしまうならばとね、でもいわゆる無効審判の時期消えてしまってるんで、無効審判の請求はできないということは、権利行使は封じることはできない。でもそれって妥当ですかというと、妥当ではないのでっていうところだね。通常の権利内容として権利は行使、権利行使は否定しましたと言ってるだけなんで、この見解ではないんだね。火も火でもないわけですよ。火でも火でもない。
ね、となると折衷なんで、それ変えちゃうとこれまずいわけですよ、ね、そうじゃない、あの雑白の一番の根本的な説変えてくれませんかと言ってるのが括弧4なので、判決が出たらすぐそれに該当しっていうところでやっちゃうとまずいですね。それを聞いてるわけではないからってことになります。あるいは奈良門、これ衣装のやつなんだけど、これ短いもんですね、極めて、うん、関連衣装によって衣装か、衣装制度によって衣装を付与することの意義、何が意義ですかって聞いていますね。衣装を付与することによって何がいいんでしょうかってことについて書いてくれませんかって聞いてるんでしょう、ここね、うん、意義、意義っていうか、まあ、意義ね、取る意義、何のメリットがあるかってことについて書いてくれということを聞いてるんだよね。でさらに括弧2を見ると、衣装権の取得によって期待される利点の2つって言ってるんで、これは一体何を聞いてるのかな、1番との関係で2番って何を書けばよいのかなってことになりませんかね、うん、1番が多分趣旨を聞いてるんだろうな、衣装をすることによってどうやって産業の発達に繋がっていくんでしょうかってことを多分書くのが1番なんでしょうね。でこれ私2番は取ることによる期待される利点と言ってるんで、他のデザイン法と違って衣装を取ることによってどんなメリットがあるんでしょうかというのを聞いてるんでしょうね。一つは工事ってことがあるでしょうね。著作権とか性競争防止は工事がありませんから。でさらに、ね、お金までかけたって絶対的独占権、工事があるからね。性競争防止法2条1項3号ないしは著作財産権っていうのは工事もありませんので相対的独占権なんだよね。弱い、工事があるし、あとは絶対的独占権なんで取るメリットは高いですよってことを聞きたいんでしょ、うん、あと3番が権利行使をしやすい制度は一体何ですかと、2つ書いてくれませんかと書いてあるね。制度と聞いてるんで、制度って一体これなんでしょうかね。権利行使をしやすいね、制度ね、これパッと考えちゃうとしやすいと言ってるんだから、まあ部分だろうな、部分、関連、組物、秘密、どう敵ったんでしょ、衣装ってあるけど、まあ組物はこれ権利行使しにくいからこれ入ってこないね。秘密もしにくいから入ってこなくって、入ってくるんなら部分と関連と動的ってことになりそうなんだけど、まあ動的は確かに一出願することによって一衣装権になってしまって、少なくても静止的な、基本的な静止主体については両関係で押せることができますって話になってるんで、しやすいったらしやすいって言ったらしやすいんだよね。だけど動的衣装っていうのは制度だったかなっていうと違う感じがするんだよね。出願対応だよね。関連部分は制度なんでって話になるんで、多分こっちなんだろうね。ここやっぱなんだろう、考えるとこだろうね。部分で動的ではないと、動的は制度とは言わない、動的衣装って出願対応であって制度ではないんだよね。そうなっちゃうと動的は入ってこないってことは分かるかってことを多分聞いていたりするのかなという感じがしますけどね。特に短い部分については何を聞いてるのか、試験って何を問うてるかっていうところが対話がこれ重要になってくるね。そういった意味ではね。でそれが難しいわけですよ。これをしっかりとやるっていうところになるでしょうね。だから適当には書けるわけですよ、こういう問題って。だけどスパッと当たるように書けるかっていうと難しいってことになるのが、まあこういう短い問題でしょうね。以上聞いてくるかもしれないね。あとね、最後になるんだけど、構成時間、先ほどこれ申し上げました、まあ、構成時間は気をつけましょうね。少なくても、さっき申し上げた通り、構成だったら20分程度かな。特に特日は。これ以上かけちゃうと危険です。危険です。あとは記載量。記載量だったらしたら、そうね、少なくても特日であるならば、特日でも3枚は書くでしょうね、僕。これ未満はちょっと危険ですね。少ないとなるところなんで、誰でも書くところについては書きます。で、最後のところに直ってつなげて、ちょっと書くのね。これうまいテクニックなんですよ。ここ、まあ、10番つながることになるけどね、直書きとやるの。一応簡単にもう簡単に書いて直書きで続けるんですよ。これブログでも言ってるように簡単に書いてしまってプラスアルファで直書きです。それをね示してあげるとよく分かってんだよなこいつってなるわけですよ。でちなみにあと枚数なんだけど、衣装商標だったらまあ4枚書くかな。4枚書いてちゃんとまとめますね。
やっぱそのくらいの枚数は要求されてるはず。 1.5 時間でありますんで、それはちゃんとね守るべきかなと思いますね、うん、で特に100日になってしまったので、新しいことを入れる必要性は全くないと思うんですよ。入れるべきところっていうのは、衣装だったら基準のところ、審査基準のところ、あれを覚えてないと書けませんから、ああいうところとか、あるいは何だろうな、読む時間ね、読む時間を早く解けるかっていうところ、あとは題でしょうね。試験は一体何を問うてるか、でこれに対して何を書いたら試験との対話ができるかっていうところについては、ちゃんとね、これまとめてもらいたい、できるようにしてもらいたい。そしてそれを名簿書きに書けばいいので、名簿書き。ね、一般的なような形で書いてよくって、ただ本試験なのでちょっと違うんですよ、言いましが。そこだけは名簿書きでちょっと怖いのね。それができるようになるならば、70、80取れるんですよ、本試験でも。だから100回受けて100回受かるからね、そうなれば。そこまで難しい試験ではないっていうのが、ロム式試験なんで、そこさえやっていただければ、絶対受かりますんで、ね、最後の最後まで頑張ってやっていただきたいと思っております。さあ今日はこの辺で終わりたいと思っております。お疲れ様。あと、ぜひ頑張ってくださいね。はい。じゃあお疲れ様でした。